必ず稼げる、などと嘘を言い、出会い系サイトで知り合った男性から投資助言指導料名目で現金を騙し取ったとして、愛知県警は16日、詐欺などの容疑で、アイドルグループ SKE48 現メンバーの無職山田樹奈容疑者、22、イコール名古屋市中区松原イコールら男女4人を逮捕した。いずれもお金を騙し取ろうとは考えていませんでしたなどと一部否認しているという。HKT48 の元メンバー不起訴大麻所持容疑で逮捕。県警によると、4人は出会い系サイトやインターネット交流サイト、SNS を通じて知り合った男女に、金融派生商品取引の必勝法があると持ちかけており、山田容疑者は勧誘役だった。捜索で押収したパソコンデータなどから、100人以上から計約5800万円を騙し取った疑いがあるとみて調べる。4人の逮捕容疑は共謀して2020年1月、名古屋市中区のホテルで、愛知県内の20代の男性会社員に、為替取引で高額な利益を得た。勝てる方法論がある、などと嘘を言い、50万円を騙し取るなどした疑い。SKE48 のサイトなどによると、山田容疑者は13年にグループに加入し、19年卒業した。